次は丈太郎。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。ほうほう。では十分近づくがよい。ラッシュの速さ比べか。ダムダムダム。そう、魔剣に見入られたその男は船にいた盗賊の仲間を全て切り殺してしまったのです。男は剣についた血をペロリと舐めると、駆けつけた警官たちに向かってこう言い放ちました。血だ、もっと血をよこせ。この春日篠宮ですが、会長ですか？私はみゆきの父です。あの、その会長じゃなくて白金さんは？みゆき、女の子から電話だぞ。ローダローラーだ。スタンドパワー。これで何者もこのディオを超える者はいないことが証明された。取るに足らぬ人間どもよ、支配してやるぞ。飯の前の余興にいちいちピエロ雇ってんのが、金持ちの考えはわからねえな。あのスバル、その人は？いやいやいや、構いませんよエミリア様。私がこの屋敷の当主、ロズワール・エル・メイザースというわけだよ。夏木スバル君、本当に不思議だね君。ルグニカ王国のメイザース辺境伯の邸宅まで来て、何にも事情を知らないって言うんだから。何この財布、メイドインチャイナ。見逃してやる、その財布を置いて去れ。お前が去れば。イデさん、イデさん。死刑宣告まで受けた罪人が血を賭して俺を警護していたというのか。死なせません。橋までは1km、やむを得まい。問題ない、15m までなら。信じねえだろうな、人に言っても。君が作ったのか？うまくはないぞ。人間は水の上を走れるのだな、あんだけ揺れりゃあな。早かったですね。気づかれませんでしたか、ティア。なるほど。ではティア、次の仕事を頼みたいのですが、まずは封印の地を探し出し、カリブディスを手なずけることができるかどうか、それを探ってください。任せてよクレイマン。どれほどのものか非常に楽しみですね。貧弱貧弱。おや、そういえばまだ戻りませんね。様子を見に行くか。なんだ。まさか豪傑が誰にやられた。やはり一筋縄ではいかないようだな。準備はいいか。スタート。いいタイムだ。腕は落ちていないようだな。ところで例の秀英組の2代目の様子はどうだ。奴がお嬢の本当の恋人ではないと 100% 断定できたら、奴を即刻処分しろ。もったいねえな、可愛いのに。許さ。鱗だ姫。どうして鱗滝さんを知っ
ってるさ。俺を捕らえたのは鱗滝だからな。でも俺はずっと生き残ってる。藤の花の牢獄で50人は食ってな、ガキども。まあこのまま終わるとは思ってなかったけど、特攻か。もうちょっと何かあると思ったんだけどな。歴史の過ちを学んでいないとは。レイス王によって世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。どうせ誇り高き死がどうとか言い出すぞ。ふざけやがって。ローダローラーだ。貴様が出て行ってからの10年がここにある。もはやドーバーで貴様に混沌させられた頃の私ではない。惜しいことだ。一生で一度の勝負なら従前の貴様と戦ってみたかったよ。選ばせてやる。剣を捨て英国より立ち去るか、剣と共に英国の土の一部となるか。いや、取り乱した、申し訳ない。うん、後頭部に腫れはあるものの、とりあえず命に別状はないようだ。マイクロギガンティックの少年よ。こっちの移動タラップの方だ。ん？どうした？村人の命乞いにでも来たのか？いえいえ、実は抵抗することなくその命を差し出せ。そうすれば痛みはない。全天使で攻撃を仕掛けろ！急げ！最高位天使を召喚する！あれは14、いや15匹か。言っとくが、このホールは完全防音だ。お前ら全員撃ち殺すまで誰も助けに来ねえ。お前ら人殺しの準備なんてしてねえだろ。おとなしく降参してボスに頭を。外した。銃を狙ったのに。グリちゃん、ここが私の魔王の部屋です。いずれは君の部屋になるんだよ。この部屋も、この世界も、そして人間も、君の好きにしていいんだ。仕事に行きます。ま、待って、グリちゃん。私が魔王になっても、あなたの望む通りには決してならないですよ。それと、私に母様の影を求めないでください。あららら、んな、何よ。こっちにも脳殺姉ちゃん、スーパーボイン。今夜暇。何やってんだのっぽこら。話を聞けこら。ちょっと待ちなさい、お前ら。まったく、そっちこそ話を聞いていたのか。こんな奴がカイ君の大将なわけがねえ。おいおい、そうやって人を見かけて判断するな。さて、君たちの魂を改ざんする前に楽しいパーティーと行こうか。はい。いいね。やっぱり NPC の女じゃその顔はできないよね。やれやれ、観客はおとなしく這いつくばっていう。おいおい。ロードローラーだ。エムログイン ID ヒースクリフ。何なんだその ID は。カヤカヤマー。